私実は便秘なんだ。で今日はその便秘を解消する方法をお伝えしていきます。です。こんな感じ。で便がプルンって変えた。30秒経った。こんにちは、井上です。今日は皆さんがとても深刻に悩んでいる悩みを解消していきたいと思います。私、最近プライベートも充実してて、すごい幸せ。そうなの？でも私、一つだけ悩みがあるの。どうしたの？私、実は便秘なんだ。私もなんだけど、便秘って最悪だよね。肌も荒れるし、太りやすくなるし、もうそれだけが悩み。わかる、便秘って嫌だよね、治したいわ。きっとこの動画をご覧の方はみんなこんな感じで悩んでると思います。なので今日はこの便秘を解消する方法をお伝えしていきます。皆さん安心してください。整体や漢方に頼らなくても便秘は解消できます。まず皆さんに便秘の種類についてご説明していきたいので、こちらを見てください。まず便秘の種類なんですけれども、ちょっと便秘についてまとめたんでご紹介していきます。まず1つ目、ダイエットによる便秘。ダイエットによって食物繊維が不足してうんちの材料が少なくなって便秘になる方がいらっしゃいます。まあダイエットしてる方は多いかな。これが2つ目は弛緩性の便秘です。大腸の筋力が弱く、便を押し出す腸管運動が弱くなる。高齢者や運動不足の人に多くて、まあ、便意があってもすっきり出た感じがしないタイプの方がこの弛緩性の便秘になります。3つ目、直腸性便秘。直腸部分の働きが鈍く、排泄に必要な運動が弱くなる。便意があっても時間がないとか、外出先であまりうんちしたくないなっていう方にすごい多いタイプになります。そして4つ目は痙攣性の便秘。ストレスが原因で腸の働きに異常が起きて、自律神経の乱れから腸管運動が強くなりすぎて腸が狭くなり便が押し出せない。便秘と下痢を繰り返すことがある人はこの4つ目の痙攣性便秘の可能性があります。なので腸が活発に動けば便秘は解消できます。でよく骨盤矯正をすると便秘が良くなったっていう方いらっしゃるんですけれども、骨盤矯正をしたから便秘がよく解消できたかっていうよりは、仙骨と腰椎に刺激を与えれば便秘が解消できます。仙骨と腰椎を刺激すると腸の働きが活発になるので、それだけで便秘が解消できていくので、じゃあ皆さんが自分で仙骨と腰椎を動かせればそれだけで便秘が解消できるので、今日はそのやり方をご紹介していきたいと思います。そして極めつけは、便秘の多くの人が知らない正しいウンチングスタイルについて解説していきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってください。床かベッドに寝転がってやっていくんですけれども、まず足をこうクロスして、こういう風に膝を抱えるような状態を作っていきます。こう寝転がっていきます。丸くなる感じです。でこの時ここのお尻の、まあ、仙骨の部分が下についてるよりは浮いた方がいいんですよ。なんでなるべくこう自分の方に膝を押し付けて、なるべくここを浮かします。でこれを1分間続けてほしいんですけど、これ実はこの体勢結構腹筋が疲れるんですよ。腹筋を最大限に収縮してるんで結構疲れます。僕昨日これ夜やったら、昨日の夕方うんち出たんですけど、今朝もうんち出ました。僕結構便秘気味な方なんですけど、これをやったらねすぐ出ましたね。今のが終わったら今度は腸に軽い刺激を与えていきたいと思いますので、金子さんちょっとできれば取ってもらえてみましょう。力を抜いてブラン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 って少しこう腸が揺れるんで
お尻をこう、こんな感じです。こんな感じで、この動き、いろんな筋肉使うんで、腸がめちゃめちゃ腸の筋肉も使ってるんで、すごい、こうやってブラン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 って30秒間やってください。カエさん、30秒経った？経ちました。ここまでやると、あれ、ちょっとうんち出るかもみたいな感じになってきます、お腹が。なので、まああれをやって、まあ、便秘の人なんかは1時間以内ぐらいには便意が催すんじゃないかなと思います。で、その次にトイレに行った時なんですけれども、このウンチングスタイルがすごく重要で、皆さんおそらくトイレに行くと、こうやってトイレに座って便を出そうとすると思うんですけれども、この状態って実は直腸がすごく狭まってしまって便が出づらい状態なんですよ。なので、なるべく便座にこう少し足を乗っけて、こんな感じで便を出そうとしてみてください。で、この体勢がきついなっていう人は、何か足元に軽く台を置いて、このぐらいの高さ、ちょっとこういう風に座ってるんじゃなくて、少しこう膝が上がるぐらいのもの、なんか椅子とかでもいいし、そういうのをご用意して前に置いて、こういう体勢、ちょっとこう体を丸くするような感じですると、直腸がすごく広がって、便がトゥルン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 って出るようになりますので、ぜひこの体勢でふんっと出してみてください。便秘の時って、腸内に便がすごい溜まってるので、一発でそれって全部出づらいんですよ。なので、便秘の時の第一陣ってすごいちょっとしか出ないんです。ちょっと、ほんとちょっとしか出ないので、あー、なんかできてないなって思うと思うんですけれども、その第一陣を出すことがすごく重要なんですよ。その第一陣が出れば、数時間後とか翌日に第二陣、第三陣がどんどん出てきます。なぜなら、便を出すことによって腸が動き出すんですよ。なので、第一陣のちょっとを出すことが重要なんで、ぜひやってみてください。いかがでしたか、解消法。ぜひ皆さんやってみてください。便秘について語り出すと、おそらく 2,3 時間は便秘について語っちゃうと思うので、今日はこれでおしまいにします。ぜひ便秘が解消して皆さんの人生がハッピーになりますように心より願っておりますので、ぜひ頑張ってください。頑張ってください。毎日便秘の人はやってみてください。それでは本日もご視聴ありがとうございました。